パリオリンピックトレードマーク陸上、男子マラソン、日本時間10日、パリ市庁舎前アンバリッド、男子マラソンが行われ赤崎赤月、26、宮電工、が日本勢トップの6位でフィニッシュ。タイムは2時間7分32秒、史上最難関と言われるコースで、初出場も大幅に自己ベストを更新し、見事入賞を果たした。終盤までメダル争いを繰り広げ、 惜しくも男子で32年ぶりのメダルには届かなかったが、最後まで回想を見せた。東京五輪6位入賞の大迫傑、33、ナイキ、が2時間9分25秒の13位、初出場の小山直上、28、ホンダ、は23位、2時間10分33秒、でゴール。金メダルは22年世界陸上の金メダリスト、T。トラ、32、エチオピア。 2時間6分26秒の五輪心を叩き出した。レース後、赤崎は、いやもう超楽しかったっす。もう最高ですとインタビューで興奮気味で話し、五輪での入賞をかみしめた。陸上の最大人生がマラソン代表になるということで、本当に贅沢ですけどオリンピックで1回目の代表をもらって、本当に最高な今日1日だったなと思いますと自身でも納得のいくレースとなった。 アップダウンが激しくオリンピック史上最難関と言われるコースで、この日の天候は晴れ、気温19度、湿度66%の中、81人がレースに挑んだ。序盤はスローペースで進み、ルーブル美術館を通過すると5キロメートル地点では小山が集団の前方で、大迫と赤崎の2人は集団の後方に。10km 地点では先頭が30分59秒で通過し、 小山が1秒差で赤崎、4秒差、大阪、6秒差、が続いていった。10km の給水ポイントを過ぎていい。ファニエル、イタリア、が先頭集団から前に出て単独走に。14km 地点を過ぎて赤崎が少しペースを上げ、長い上り坂が始まる 15km 地点ではファニエルがトップで通過し、2位集団が23秒差で追う。 赤崎がトップと25秒差の9位、小山と大阪も26秒差で安定した走りを続けた。傾斜のきつい上り坂で2位集団が縦長になって14人ほどに減り、赤崎と大阪がこの集団で走りを続け、小山が少し離される。五輪3連覇を狙う位、キプチョゲー、ケニア、ラ・アフリカ勢の優勝候補が数人遅れ始める。20km を過ぎてエチオピアの T。 トラがファニエルに追いつき、最高地点183メートルの20.3キロメートル地点を過ぎると今度は下り坂へ。中間地点ではトラ、C、マンツ、アメリカ、ラガトップ、1時間4分51秒で通過し、赤崎が7秒差の5位、大阪が9秒差の10位と高位置につけた。ベルサイユ宮殿付近で折り返し選手は再びパリ市街へ。 2 4トルあたりで赤崎が先頭集団のトップを走る展開に。給水ポイント前で帽子を捨て、新しい帽子を受け取って2 5トルをトップで通過。大阪は2秒差の10位とメダルを狙える位置で走る。2 8トル前から再びきつい上り坂となり、エチオピアの虎がトップに出て最大勾配13.5%の坂へ。 赤崎は力を振り絞って走るが4位まで順位を落とす。史上最難関のコースが牙を剥き、今度は長い下り坂となって選手同士の感覚が広がっていく。30km 地点で赤崎は先頭虎と19秒差の5位。下り坂で前の選手を捉え4位に浮上したが、長い下りで激しく順位が変動。市街地に入ってアップダウンが落ち着き。 足に疲労が溜まっている中、勝負の終盤へ。34km で虎を赤崎を含む5から6人の2位集団が追う。36km を過ぎてエッフェル塔が見えてくる中、赤崎は少し集団から遅れ始め後位となり、37km では前を走る D。ゲレタ、エチオピア、ら3人と6秒ほどの差に。パリ市街中心地で沿道の応援も増え、 39km 地点で赤崎は2周集団と10秒ほどに広がったが走りは安定し、最後の力を振り絞る。前の4位ゲレタ、エチオピア、が遅れ始め、40km 地点で赤崎との差が11秒差。3位選手とは18秒差でゴール地点に向かう。しっかりとした走りで最後まで走り続け。 惜しくも表彰台には届かなかったが、順位を一つ落とすも堂々の6位入賞を果たした。